らっしゃいらっしゃいということで、今日はあの皆さんが気になっているあの逃亡した遅番のネパール人の話ですということで、まあ普通にあの僕があのマネージャーに激詰めされた時に、あの普通に帰ってきて、あのちょっと俺を慰めるみたいな謎のポジションにもうついてしまっていたんですけど、まあ、その後やっぱね、あのお話ししたんですよ。 どうしたのみたいな感じで、まあ、別の日にね。そしたらまあ、やっぱり私は家族を守りたいみたいな感じでまあ帰ってきたっていうことで、まあ、日本語がねあんまり得意ではないので、まあ、具体的な話っていうのはもうわからないんですよ。あっちもそんなに日本語でいろいろ伝えるつもりもないし、うん、家族を守りたいの、なんか家族がを持っていますみたいなのの一点張りで、まあとにかくあの、まあ、表情とかから汲み取るにやっぱり一時の感情で飛んでもう投げ出したけど家族がいるから帰ってきたっていうことなんでしょうね。うん、でその一緒の日にね入ったんですよ。で僕はもうあの麺場ラーメンを麺をねこう茹でて盛り付けるところまで教えてもらってたんで、でネパール人の人はもうあのレッキで言ったら俺より長いんで、まあ何でもできるわけですよ。で今日はあの麺場教えてもらってって言われてたから、マネージャーに分かりましたっつって、あの麺を見てくださいっつって、めっちゃ見るよこうやって、めっちゃ見てくれるの、やる気あるから、もうやる気に満ち溢れてるから、ネパール人気合入ってるから。でも日本語は下手じゃん、だから俺がこうやって、俺は普通にやるのよ。そしたらあのダメダメって言われるので、何がダメなのって思うじゃん。何がダメですかって言ったらそれが分かんないのよ。何ダメって言ったら、おーダメって言われてまあ分かりましたって言うしかないじゃん分かりましたって言って、でなんかこう何がダメだったかなって自分で考えて、教えてもらったこと頭でこう反芻して、じゃあもう一回やってみますって言って、こうもう一回ちょっと、ネパール人、おそばん飛んだネパール人が、でまたやったらダメ、何ですか、何がダメですかみたいな感じでしたら、あなたダメって言われて、意味わかんないじゃん。なんかこうダブルで、なんかこう日本語が通じないから、こうなんかこう首をかしげてダメみたいな、なんかこうジェスチャーを入れてきたんだよね。でいや、そんな、わかりましたみたいな。で俺はもう何がダメだろうって思いながらずっと考えて、一個一個本当はパーってやらなきゃいけないんだけど、一個一個の動作をこう確認した、これやってこれやってって頭の中で考えながら、できたできないを一個一個自分で判定しながらやって、どうですかって言われたら、ダメって言われてマジで意味わかんないとか思いながら、何なんだろうなと思って、それが3時間ぐらいあったんですよ3時間ぐらいずっとそれ、ダメって言われて、ダメって言われて、これ分からんなと思って、じゃあ夕方ぐらいになって、もうちょっとだけ日本語が喋れるミャンマー人の人が来たんですよ、遅番で。でなんかこうわーって喋って、あっちで俺に伝わってないみたいな、なんかあいつに教えろみたいな言われてて、で日本語喋れるミャンマー人が来たから、あ教えてもらえるんだと思って、こうやって何ですかって顔したら、あなたやってる時首かしげてる、お客さん食べたくないって言われて、ああそうかと、俺はもう一個一個確認しながらだから、できなかった時におかしいなって顔してたんだって、それがダメだったっていう、なるほどなと思って、いや確かにそうだよな、もうなんかね自信満々に作ってほしいじゃん、あれこんなんだったっけなみたいな、もうそういうのをまずやれと、もう見た目も、もちろん大事なんだけど、最初からはできないから、で自信満々にやれってことだったのよ。なるほどなと思ってめっちゃ分かったと思って、そっから頑張ってやってたんですね。であのネパール人の人帰って、うん、その日は早番だったからね。で遅番のミャンマー人が来て、そのミャンマー人の人はねめっちゃおもろい人なのよ。
うん、めっちゃおもろい人で、まず意味あんまりよくわかんないんだよね。そのなんか人間性が一貫してないというか、まずなんか知んないけどスーツで来んのよ。なんか知んないけどスーツで来んの。ね、まあただのラーメン屋さんなの。みんなハーフパンツでサンダルとかで来たりとかね。まあ普通にジーパンで来たりとか。その人だけなんか知んないけどスーツで来んのね。でスーツで来て、あの結構ちっちゃいんだ。ちっちゃくてでも顔めっちゃ凛々しいの。ゾマホンさんみたいな顔してる。なんか結構凛々しいっていうかみたいな。で、あのなんかなんて言うんだろう、その人は見てるといろんなマルチタスクが多分できないんだよね。だから一個のことを集中してやるみたいな、めっちゃ職人気質な感じで、肩着かな感じで、すげえお客さんがいて忙しくて、他の人がこれやってほしいなって思いながらとかだったら、普通の人はあこれちょっとやってあげてありがとうみたいなとかあるんだけど、絶対しないの。ずっとゆっくり丁寧に皿を洗ったりとか、ゆっくり丁寧に麺を盛ったりとかして、でそれに対して俺はあの人なんかこう周りを手伝ってあげればいいのにみたいな。で 俺もその人のに余波を受けるから、いやこれ丼あげてあげました、忙しい時あげる、本当は俺持って行っていいんだけどそんな余裕ないからあげました、でお願いしますって言ったら厨房の人が下げてくれる、そしたらようやくお客さん入れれるみたいな。でもそれやってくんないから、なんかちょっとイライラじゃないけど、なんでやってくんないんだろうと思って、でそれに対して周りの人も誰も言わないから、で仕事ができないとかそういうことなのかなと思ったら、だから周りの人に聞いたのよ、あの人は忙しくても手伝ってくれませんねみたいな人、あの人はね、ああいう人だから、なんかこだわりがあるんだよねみたいな感じで、だからなんかゆっくりだからどんなにお客さんが混んでも丁寧にやるっていうのを心がけてんだって。なんかそれはそれでいいことな気もするけど、ちょっと急いでほしいよねとも思いながら、まあでもそういう人なんだつって、で超丁寧だから、普通さ、俺にねこれやってとかこれ覚えてって言われたら、こうこうこうしてこうしてこう一個だけやってみるから、これで真似してやってって言われてどっか行かれるのよ大体。で俺的には合ってるか合ってないか分かんないから不安なんだけど、まあそういう感じで、まあなんかできるとこまで見てくれるって感じではないんだけど、そのミャンマー人の人だけは絶対こうやって見てくれる。もう何をしてても俺がなんか新しいことやりだしたら見てくれんの。でいあ嬉しいなとか思いながら、でこう俺もね確認これでいいですよねって顔見ながら、したらちょミャンマー人これでやって、うん、でも忙しくて俺が困ってる時にも絶対助けないだし、でもなんかね掃除の時は重いもん絶対持たないんだよなんかそういうあの手たれみたいなね、手たれとかなんかこうモデルさんみたいなところがあんのよ。だからまあなんか忙しい、あのなんとかトラップっていうね、あのなんだっけな忘れちゃったな、あの油をね、油物を排水で下水にそのまま流しちゃうとダメだから、一回排水を地下に溜めておいて、地下のなんか下水道っていうかこう排水口みたいなのがあって溜めといて、そこに油がいっぱい溜まって汚ねえくっせえ水が出来上がるのよ。でその油をすくってゴミ箱に捨てて残った水は流すみたいなのを最後お店の営業終わった後にやんなきゃいけないんだけど、それみんな嫌がるの。体勢もきついし、めちゃくちゃ臭いし汚いし。でもそのミャンマー人の人は絶対それやんのよ。でうわえなんか別にサボりそれを見て、あ別にサボりたいわけじゃないんだこの人とか思って、楽したいわけじゃないんだ、本当に真剣にやりたいことが、あなんていうの、丁寧にやりたいんだなと思って、これ大変じゃないですかって俺が声かけたら、私汚い嫌いって言われて、うわすごいなと。でそれをさ、油物とか水分とかをゴミ箱に入れるから、そのゴミ袋めっちゃ重くなるの。じゃあ俺が何してても呼んで出してっていうの絶対持たないの。意味わかんないなこの人マジで意味わかんないなみたいな。
なんか仕事に一生懸命なのか何なのか分かんないとこあんなと思いながら。でその人の一番謎なところがめちゃくちゃ気分屋なのね。で何があるか分かんないけど、あのいつ何かがあった時、その感情もね正直読めないんだけど、店の人をね延々ずっと無視するんだってそんな日があるんだって。でまた別の日に入った時に、おはようございますって言ったらニコって笑って、目は悲しい目をしてるんだけどニコって笑ってで、うなずく、なんか小刻みに5回ぐらいうなずくので、ああまあまあまあみたいな思うじゃん。で今日その日一緒に入って、俺が暇だったからなんかやることありますかって言ったら、って言われてやられて、なんかありますかやられてそしたら他のネパール人の人が来て、今日ダメだよ話しかけちゃって、えどういうことですか、そういう日ある、今日ダメへへって笑われて意味わかんねえと思って、今日ダメなんですかって俺聞いたの、そのミャンマー人に。そしたらって言われて、お意味わかんないからちょっと面白くなっちゃうじゃん、なんかあったんですかって聞いても、なんか話聞きますよ俺、嫌なことあったんですかってずっとそれなんかね難しいんだよな人間関係が。でも調子いい日はめっちゃ見てくれるの俺のこと。で、でも調子いい日でもゴミ袋は俺に捨てさせんの。もう意味わかんない人たちと働いてますなんとかねみんなでチームワークを発揮していい店にできたらいいなと思います。以上です。